危ない、雪の道具、小心の道具が始まるぞ。釣りもして、化粧を着さす、小心の道具が始まるぞ。思うのでよろしくお願いします。お願いします。試験飛車、穴熊組むかな。藤井システムやりたいんだけどな。組みそうだな。組まないね。見上がりでしたね。あー、あれか。向かい、あ、違う。右試験か。右試験の対策忘れちゃったんだよな。なんかあるんですよね。試験対右試験の時にどうさせばいいかみたいなのが。あったはずなんですけど、忘れちゃった。あ、角止めるんですか。まあ、自分ここの桂馬活用するの好きなんですよね。まあ、端歩ついてどういう組み方するのか。穴熊ですね。まあ、ちょっと同歩と取りづらいと思ってたが。ああ、最悪だ。最悪だ。ああ、申し訳ない。申し訳ない。いやー、申し訳ない。時間は待ってくれなかった。いや、あいさん、申し訳ない。潰れてると思います。多分、ついて、まあ、最悪飛車回る手も考えてたんですけど、いや、ありがとうございました。この、いちいち玉の瞬間に、完全に仕掛けを始めようと思っていましたね。いやあ、いちいち玉じゃないか、この瞬間か。そうですね。まあ、なんかここで、仕掛けても良かったのかなと思ったんですけど、うん、難しかったですね。いやー、時間切れをやってしまった。申し訳ないです。まあ、2号系でも、うん、まあ、あるのかなと思います。まあ、2号系に、そうですね。まあ、4四角とかもあるのかなと。二五桂に二四角は六五歩が王手に当たるので、まあ、二五桂には四四角。まあ、六五歩に角なり同桂で、まあ、なんか絡んでくるとかあると思うので、まあ、四四角どこかで生じそうな、気はしてました。いやー、そうですね。悔しい。ありがとうございました。ちょっとね、最後の最後やらかしちゃいましたけど、ね、まあまあまあ、もしよかったら、チャンネル登録、まあ、っていても皆さんしてくださってますと思いますが、まあ、高評価などしていただければ幸いです。ということで、まあ概要欄にね、まあいろんなリンクありますので、もしよかったら、まあ電子書籍や LINE スタンプなら、読んでいただけたらなと思います。ということで、ここら辺で終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。Thank you.
ご視聴ありがとうございました。お願いチャンネル登録のところでチャンネル登録できますので、よかったらお願いします。おすすめの動画というのもありますので、ぜひご視聴ください。概要欄に私の執筆した電子書籍のリンクありますので、よかったらそこから飛んでいただいて、買っていただいたら本当に嬉しいです。